ママ、ご褒美は何？ご褒美ちょうだいって赤ちゃん顔してまちゅねどうしよっかなご褒美内緒にしちゃおっかな。ママって呼んだらご褒美が何か教えてあげる。ご褒美はお耳をいっぱい甘やかしてあげることだよ。コーラ、なんで言うのさ。え、だって散らすのとかかわいそうじゃん。違うよ、そういうのがいいの。駆け引きっていうか、ママと赤ちゃんのじゃれ合いっていうか、こう赤ちゃんが恥ずかしそうに甘えてくれるのが私の中では至高っていうか。わかんないな。私はただ赤ちゃんをいい子いい子ってずっと可愛がっていたいけど、正義の違い。まあとにかく、はい、それじゃあ今から僕ちゃんの可愛いお耳をいっぱい甘やかしてあげるね。まずは、しょ、このおしぼりでお耳きれいにしてあげる。あったかいのだから気持ちいいと思うよ。左右同時にふきふきしまちゅね。あたたかいおしぼりでぎゅってお耳を包んで、ふきふきって赤ちゃんの耳をきれいにしてあげるよ。いくよ、せーの、ぎゅHee hee 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 h
お耳をおしぼりで包んで、ぐーって握って、パッて開いて、はい、ぐーパッ、ぐーパッ、これ好き？僕ちゃん本当に可愛いでちゅね。たぶんチュキでちゅ。チュキチュキチュキ。あ、それいいね。私も。食べちゃいたいくらいかわいい。チューキチューキとーいチューキ好きだよ赤ちゃん。私のかわいい大切な赤ちゃん、恥ずかしそうにして、本当に食べちゃいたいくらいかわいい。それってカマキリみたいな感じ？メスかオスを？もぐもぐもぐ。全然違うね。お耳、いっぱいきれいになったから、次は、ガラガラさんで、甘やかしてあげりゅう。ガラガラ。きれいで、コロコロした音するから、あやされたら、すっごくリラックスできると思うよ。まずは私の方のお耳からガラガラしよっか。両方一気にするとちょっぴしうるさいでちからね。うん、じゃあ私は、赤ちゃんのお耳をお口で甘やかしてあげるね。はい、じゃあやるよ。ゴロゴロゴロ。はい。
ちいね。
過ぎかもね。僕ちゃんすっごく息荒くなってへなへなってなってるし、次はそっちの番だよ。ガラガラ貸して。オッケー。僕ちゃん、次は私じゃなくて、ほらおいで私に。ぎゅーって抱きついていいよ。来たー、かわいい。私の体ふわふわで気持ちいい。私よりおっぱい大きいしね。いや、あんま変わらんし。全然違うから。ブラのサイズ2つ違うし、全然違う。君のおっぱいめっちゃふわふわでずっと触ってたし、私だってそんな鼻息荒くされても、何言ってるかよくわかりませんよね、ぽくちゃん。いい子いい子。あ、早速ガラガラしよっか。Mm-hmm.
かわいい。よちよち、よちよち。ああ、二人だけで盛り上がってずるい。私もずる。いや、しなよ、むしろ。ぼくちゃん、かわいいお耳、貸してね。なしの本気ミニなめ、ぼくちゃんびっくりしてキューって私の体掴んでる。
さすがに疲れた。はあ、息が持たないよ。はあ、お疲れ様。でもほら見て。ぼくちゃん、ものすっごいほえってなってる。すっごく気持ちよかったみたいだよ。私、痛いぐらいにぎゅーってされてたし。だったら嬉しいにゃ。赤ちゃんを気持ちよくできて、すっごーく幸せ。なでなで。この子本当に可愛いね。ねえ、本当に可愛い。ほっぺにチューしちゃおう。チュー。あ、ずるい。私もする。じゃあ次の赤ちゃん甘やかししまちょっか。いっぱいミルク飲んで、いっぱいお耳かわいがってもらったから、そろそろシーシーしたくなってまちゅわね。だから次はしたくなっちゃう。はぁ、母性くすぐられるって言うんだっけ。気持ちはちょっとわかるかも。会った瞬間はそんなこと全然思わなかったけど、耳かきされてる時はマジで子供みたいだったもんね。でもミレノとするのじゃ全然違うかも。こうして膝枕して近くで見た方がもっとドキドキしちゃう。それじゃあリナちゃんに代わって耳かきをしていきますね。まずはお耳フーフーしていきますよ。息を吐いて、あったかいのを
作ったくて。ゾクゾクしますか？首筋や背中が震えちゃいますか？いいですよ。ほうほうするのは、汚れを取りやすくするためだけじゃありません。一番の目的は、お兄さんに気持ちよくなってもらうこと。それが大切なんです。だから、いっぱいいっぱい、ゾクゾクしちゃってください。よかったですか？頭、こそばやくなっちゃいましたか？ありがとうございます。では、耳かきに入らせてもらいますね。千尋の耳かきも、私と同じくらい気持ちいいので、どうか安心してください。気分が味わえるはずですから。いや、もうりなちゃんと比べたら私なんて全然だって。でも、もしお兄さんが期待してくれるならそれに応えなきゃとは思っていますけどね。それじゃあ、お耳の中にお邪魔しますね。最初はゆっくりとお耳の神経をほぐすように、軽い力加減で。どうですか？痛みとかはありませんか？それなら、この調子で続けていきますね。
だらしない顔になってきましたね。いいですよ。そのままそのまま。お耳の気持ちよさに集中してください。息は静かに。そして、頭の中空っぽにして、こしょこしょとした感触、汚れがポロポロ剥がれていく感覚をしっかり味わってくださいね。正面から見るとこんな顔になってたんですね、お兄さん。確かにこれは可愛いかも。見てるとだんだんと愛おしくなっちゃう。それならもっと可愛い顔になっちゃいましょうね。こうしてわざと汚れをカサカサとくすぐってみたり、くすぐったいですか？うん？背中震えちゃいますか？だらしない顔になっちゃいますか？いいんですよ。私たちはお兄さんのそういう顔が大好きなんです。だからほら、いっそバカになっちゃってください。頭の中を空っぽにしてぼーっとしてふわふわっとさせちゃってください。だけは大人であることを忘れちゃってください。仕事のことやめんどくさいこと全部考えなくていいんです。幸せなことだけ、気持ちいいことだけ味わってくださいね。どんどん力が抜けていってますね。いいですよ。そのままそのままぐったりとしていってくださいね。そうすれば天国に近づけます。ですから心を幼くしていってくださいね。子供のように、赤ちゃんのように、ただひたすら誰かのお世話になる立場に戻っちゃってください。ちひろってば、本当に大人をダメにするの得意だよね。耳かきのテクニックもそうだけど、言葉で甘やかすのとっても上手。
識してるわけじゃないんだけどね。ただどうせ気持ちよくなってもらうならとことん幸せになってほしいし、それにお兄さん社会人ですもんね。普段立派に頑張ってる分、今だけは心からリラックスしてダメになっちゃってほしいんです。立派じゃなくていいんです。かっこよくなくていいんです。 JK に甘えてください。いっぱい甘えてください。大人でもダメになっちゃっていいんですから。進んでいきますよ。お肌が敏感になっていって、汚れがたくさん溜まっている場所を、こうやって、ゴシ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 、ゴシ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 。
しと。残ってるのは結構しぶといですね。小刻みに、カリカリってするしかなさそうですね。ちょっとふうふうしますね。させちゃってすみません。もう一度カリカリとしていきますね。これでよく見えるようになったのって、今度はもっと深いところを、感じちゃいますか？やっぱり奥は敏感ですね。皮膚もプニプニとしてて柔らかいし、サワサワとくすぐるように優しく汚れを引っ張り上げていきますね。ゆっくりゆっくり、耳かきに乗っけたのをこぼさないように、スススーッとこすり上げちゃいますね。
もうちょっとですからね。もうちょっと。もうちょっと。腰、腰。腰、腰。でしたよ。頭の中だけじゃなく、顔までふわふわしちゃいましたか？そうなんですか？そうなってもらえたら、私も嬉しいです。それなら、次の綿棒では、もう気持ちよくなってくださいね。ねちょねちょになった綿で、お兄さんのお耳の中、いっぱいかき混ぜてあげますからね。